はい、皆さんこんにちは。熊本在住の発信型グラド山内ゆりです。本日は JR 高輪ゲートウェイ駅にやってまいりました。まだピカピカのこの駅、なんとですね2020年3月14日、今年の3月14日にですね、開業したばっかりの駅になります。こちら山手線の駅になりまして、山手線で駅が開通するのがなんと49年ぶりということで、なかなかのね、ちょっとコロナ禍の中でね開業となったので、ひっそりと記念式典なんかも行われずにひっそりとしたスタートになったんですけど、なんと、49年ぶりの山手線の新しい駅が開通したということで、見に来ました。山手線の駅、30万目にできた駅となりますね。ピカピカですよ。どうでしょう、パッと見なんか違いわかるかな。あの字がね、高輪ゲートウェイ駅って他の駅と違って明朝体になってるんですけど、これわかるかな。ちょっと和風テイストにできた建物になるんですよね。それでちょっと字なんかの変えてみたっていう、そういうお話をちょっとネットで見ました。はい、で ここら辺のエリアがですね、江戸時代は関所が置かれてて、明治時代は初めて鉄道が通ったエリアになるということで、で新しくここに駅ができて、これからの発展も楽しみになりますね。はい、またね中の方も見ていきたいと思います。そしてここが高輪ゲートウェイ駅の中ですね。どこから行こうかな。あ、ご機嫌いかがでした。ちょっとバーチャルガイドとして、そうちょっとせっかくね、せっかく声が聞こえてきたんで、どのように気軽に私に話しかけてくださいね。ということですね、あの高輪ゲートウェイ駅にはね AI がいるんですよ。この AI インフォメーション、この AI ちゃんに、いろいろわからないことがあったら説明してもらうみたいですね。ちょっと進んでますね、さすが最新。そして後ろのコンビニもね、見えるかな。後ろのコンビニあるんですけど、こちらも完全無人のコンビニなんですよね。完全自動化で、さすが2020年最先端の駅という感じですね。床はこう木目調で、でこっち屋根の方もすごい明るくてですね、ていうか全体的にすごい光が差し込む明るい駅になってます。屋根の方はね、こうなんか折り紙をイメージして作ってるらしい。こう山折り谷折り山折り谷折りってことなのかな。すごい明るい感じの、光がめっちゃ差す明るい駅になっております。綺麗だよ。ということでね、私は、これから今日は自宅のある熊本に帰る予定なんでですね、この駅を使ってね、ごめんすごいアップで駅を使ってね、熊本に今から成田に向かって帰りたいと思います。ということで、簡単に高輪ゲートウェイ駅の、めっちゃアップやん、大丈夫かな、高輪ゲートウェイ駅の紹介でした。また見てね、ちょっと駅の中ね三脚使えないんで超アップになってしまいました。はい、じゃあまた見てね。